久保さん。久保さんも小野沢さん見ましたかでも小野沢さんうまいっすね、話がね。やっぱこなしてますからね。うん。久しぶりに小野沢さんの声聞きましたよ。前は、毎日聞いてたような気がしますけどね。<laughs> なんかプロモーションやってた時は。うん。で、まあ今回は、まああの試行しなければ始まらないってことですね。うん、試行しなければ始まらないと。 思考、うん、せずに成功で,できますっていう話でで、思考し,、うん、しないと始まらないんだけど、えー、行動しないと結果も出ないってことですねだから続きがあるってことです単純にうん、なんか例えばそのみんなね、そのねいいとこだけ切り抜くんですよ自分の都合のいいとこだけ切り抜くんですよねどういうことかっていうとなんかその 久保さんんだからでできるんでしょうと吉谷さんだからできるんでしょうってあるじゃないですか。で自分にはできないように都合のいい久保さんのすごいところを切り抜いていやそのすごい久保さんじゃないですか僕はそんなすごくないんでっていうすごいところを切り抜くんですよ自分の都合のいいようにね。だけど久保さんはマージャン店で何もできなかったんですよね。でもそこは切り抜かないんですよね。 だからそこを切り抜いてそういう思考をするとまあうまくいかないですよねだけどあ久保さんもマージャン店で何もできなくて何コメントしか書けなかったのみたいなえセルフバックしかできなかったの最初それでそこまでいったんだじゃあ俺でもできるという切り抜きができるんだったそこに思考いけるんだったらまあ一つ前に進みやすいですよねだからほとんどの人はなんかその自分ができないように都合の良くを切り抜いていくっていう だからまあ、都合のいい切り抜きとかにしましょうか。切り抜きっていう単語ね、いいんじゃないですか。都合のいい、成功できない。まあ、な、なんか切り抜きとかにしとなんかちょっと考えておきます。SUO。そう。で、本当そうですよ。うん。な、なんでそこだけ切り抜くのかなみたいな。<laughs> まあ、やりたくないのかなみたいな。そう。いつも思うんですけどね。え、ということは、それ、自分は、あの、このままでいいってことですかみたいな。 <laughs> なんで、そのやり、やれ、そのやれないように都合よく切り抜くかなっていう。うん。いつも思いますね、僕は。いやいや、と。いや、僕も動画全然喋れなかったよ、と。全然喋れなかったよ、と。だ今は量こなしてるからあれですけども。うーん。だから今を切り抜いてるんでしょうね。 いや、はっきり僕がや、これだけ量をやってきた僕から言わせていただくと、じゃあ2万本動画撮ってみてください。あなたもできますからって言いたいですけどね。でもそれ言うと、いや、そういうのじゃないんですみたいなね。どういう言わないみたいなね。<laughs> やれよと。つべこべ言わずやれよと。ああ言えばこういう、こう言えばああいうなんで、もう拉致開かないですよね。だから拉致開かないんで、じゃあどうしたいんですか終了でいいじゃないですか。 だからやりたくないんだったら、じゃあやらなくていいんじゃないですか。うん。稼ぎたくないんだったら稼がなくていいんじゃないですか。自分の今の人生を変えたくないんだったら変えなくていいんじゃないですか。どうしたいんですか。シンプルに変えたいんだったら新しいことやらないといけないし。スキルつけたいんだったら、スキルつけるんだったら、量をこなさないとスキルはつかないですよ。あなたは天才ですかと。天才じゃなかったら、ね、一回やってスキルを習得することはできないわけじゃないですか。 どうでしょうか人間なんで何度も何度も反復練習しないと無理ですよ。いや本当に何度も何度も同じことを反復練習しない限りこれ覚えられないですからね。マジで。普通の人間っていうのは。特に僕なんか凡人以下ですからあの普通の人よりやらないという意識がずっとありますけどね。うん、だ久保さんがね、あのー、たまに言ってくれますけど あのね、山口さんのライブ放送の時だったかななんか、ね、僕がね、あの、僕はあなたよりバカですっていうところから入ってなんかちょっと喋ったと思いますけど、まあ、あの時なんかこっぱずかしくてね、ね、もうそもそも山口さん主役ですからね。うーん。まあ、あの時はね、もうあれでしたよね、もう裏方徹してましたから、人前で喋るなんかありえないですよね。うーん。 まあそんな感じですね。まあちょっとタイトルは考えておきます。切り抜きですかね。成功できない切り抜きとかにしときましょうか。いってらっしゃい。